次に脇正志君の質疑を行います。脇正志君。自由民主党の脇正志でございます。こういう時はですね、初めは安倍総理大臣にご就任おめでとうございますというふうに申し上げるべきだと思うんですが、そういう気持ちになれないんです。悪い意味じゃないんですよ。本当にですね、この大変な時期に我が日本国の総理におなりになる、解決しなくちゃならないことが山ほどある、もう本当に頑張らなければいけない、頑張ってほしいと思うんです。事実、安倍内閣はですね、発足以来もうすぐに活動し始めまして、大車輪で動いていただいている、大変心強く思いますし、国民の皆様方もそこを評価していただいていると思うんです。私もですから、安倍総理頑張ってくれ、しっかりやってくれということばかりではなくてですね、与党の一員として、あるいは国会議員の一人として、国民の一人として、本当に一緒になってですね、与野党いろいろ思いはあると思いますが、本当に今日本は特に経済政策、間違えられないところまで大変なピンチに来ていると思うので、一緒になって頑張りたいと思いますし、どうぞお体にお気をつけいただいて、我が日本国のために今後全力を発揮していただきたいと、お願いをしておきたいと思います。で、いろんな経緯ございまして、紆余曲折がありまして、2度目の総理大臣におなりになったわけですね。最初の時によく言われておりました戦後レジウムからの脱却、そして今、自民党も言っているわけですが、日本を取り戻す、で、そういうことを言っているということは、我が自民党がずっと戦後の日本を形作ってきたわけですが、振り返ってみればどこか反省すべき点もある、間違ったこともあったのではないか、そういう思いがあるんですね。ですから総理の心の中にもですね、いくつかここだけは直しておきたいとお思いになっている点があると思うんです。いっぱいあると思うんですが、いくつかここだけはと思うことをですね、どうか国民の皆様の前にお話しいただければと思うんですが。内閣総理大臣安倍晋三君。自民党は50年以上政権を担ってきたわけでありますが、残念ながら3年3ヶ月前に我が党は政権を失いました。この3年3ヶ月、自由民主党はなぜ政権を失うに至ったか、ずっとみんな深刻に考えてきたわけであります。そこで自由民主党はやはり結党の原点に戻ろうということになったんだろうと思いますね。結党の原点、昭和30年、自由党と民主党が保守合同を成したわけでありまして、それはまさに政局を安定することによって、真の日本の独立を果たしていこうではないか、何年間の占領時代に教育基本法やあるいは日本国憲法、日本の骨格をなす法制度が出来上がったわけでありますが、それをやっぱり自分たち自身の手で作っていこうじゃないか、それによってまさに日本は独立したんだという精神を取り戻すことができるのではないかと、当時の自由民主党立党者たちは考えたんだろうと思います。と同時に、やっぱり強い経済を取り戻そう、強い経済を作っていくことによって、日本を国際社会で活躍できる国にしていこうということであった。でその後ずっとこう自民党政権が続いていく中にあってですね、政権維持政党になっていた点もあるわけであります。まさに、根幹である理念を少し横に置いてきたところがあったのではないか、そしてまた、永田町と霞が関の距離の問題においてもですね、さまざまな課題があったのではないか、そういう課題をもう一度頭の中に中心に据えて、今度はですね、やはり一党の原点に立ち戻って、この経済の状況を立て直していこう、安全保障の状況についても立て直していこう、そして同時にですね、いや教育という問題も大切な問題でありますから、そうした問題にも正面から取り組んでいこう、まさに正面からぶつかっていくことを避けていた点が、自由民主党にとっては一番大きな問題ではなかったかと、私はこのように思います。委員長。小木正志君。ありがとうございました。特に憲法の問題言われましたけれども、私はですね、私もちょうどその終戦の年に生まれまして、戦後をずっと生きてきた
人間なわけですが、国家観なんていうものをいろいろ考えますが、本当の意味で戦後を終わらせようということを考えたときにですね、非常に率直に申し上げて、アメリカ軍の基地はいつまで日本にあるんだろうかと、いつまで置いておくべきなんだろうか、いろんな選択肢がありますね。で、今日までですね、国民的に本当にしっかりとした議論をしてきただろうか、でそのことをみんな国民一人一人がですね、どうしたらいいんだろうか、真剣に考えるときに初めて国家が始まる、つまり戦後はそのことについてしっかり議論をして、ある種の結論を導いていかなければ終わらないんじゃないかという気がするんですが、いかがでございましょうか。内閣総理大臣。ただいま、和木委員が指摘された点はですね、この戦後の日本の一つの課題であろうと、このように思います。日本が戦争に敗れて、そして米軍がやってきた、これはもう日本は戦いに敗れたわけでありますから、いやがおうもなく米軍が日本を占領したわけであります。そして7年間という異例の長い占領期間ずっといたんですね。しかしその間、残念ながら日本は独自の防衛力を持つことがほとんどできなかった。中においてですね、日本が独立を回復したサンフランシスコ平和条約が発効した年に、もしこのまま米軍が日本から出て行ってしまったら、当時はソビエト連邦もあって、中国もあって、そういう中におってあってですね、日本は独立を守れない、そして当時はまだ自衛隊がこのような盛況な組織ではなかったわけでありますから、まあ、いてくださいということを頼んで、吉田政権時代に旧安保条約ができたわけでありますが、これは極めて不平等なもので、ありました。1条から5条しかない旧安保条約には、日本に対する防衛義務はアメリカは負っていない。地位協定もない、そしてそれをなんとか少しでも平等な対等なものにしようというのが、60年の改正された安保条約であったわけであります。そして今日でございますが、やはりそれは外国の軍隊が駐留するということにおいてはですね、ある意味においては、これは少し異様に感じるわけでありますが、しかし同時に今、自国の軍事力のみによって自国を完全に守れる国というのは世界中ほとんどないわけでありまして、日本は米国との同盟関係によって日本の安全を守り、そしてそれはまさに抑止力であろうと思います。その中においてですね、当面予想される範囲内においてですね、米軍が全く基地がなくなっていくということは予想しにくいわけでありますが、当面今この状況に対して責任を持つ私たちとしては、むしろこの同盟関係を強固にしていくと同時に、やはり基地の負担が集中している沖縄の負担の軽減を図っていかなければならないと考えております。和木君。ありがとうございました。国家を維持していくということが現実的にどういうことか、沖縄の基地問題もそうですけれども、そのことに私たち一人一人がしっかり目を向けて、何らかの解決策を現実的に見つけていかなければいけないということで、今後とも私も勉強してまいりたいと思っています。戦後ですね、いろんなことを言う方おられますが、なんだかんだ言っても焼け野原からここまで立派な国になって、しかも統計によれば元気で長生きという両方の指標絡み合わせると日本が一番だという統計もありますね。自殺、先ほどいろいろありまして不幸なこともたくさんありますが、トータルで見て決して悪い国ではない、素晴らしい国であるはずなんですが、その国を戦後の我々の先輩もずっと形作ってきたんですが、私はちょっと行き過ぎた面、間違った面があるんじゃないかと思うんですが、あまりにもですね、その戦後復興を目指すときにどうしても産業を起こさなくちゃいけないということで、経済に目が向きすぎて、経済合理性、市場主義、そういったところに行き過ぎた。最近ではですね、安ければいい。で、特にこれは我々自民党の長曽根内閣以来、ずっといろんな意味で改革、改革とこう言ってきたわけですが、確かに改革しなくちゃいけないんですが、どうも価値観が単純化しすぎてですね、その BYC があればいいとか、経済合理性があればいいとか、あまりにもそっちへ行き過ぎて、本当の意味でのきちんとした分析がなされてこなかったんじゃないかという思いがあって、結論だけ先に言っちゃうんですね、なんとか改革でこうするんだ、で本当はどうなんですかということをしっかり分析をする、分析力が少し不足していたのではないか、
これは非常に深刻な問題で、最近でもですよ、原子力どうするというときにすぐ答えが出るんですね。地球温暖化どうするってすぐ答えが出るんです。非常に難しい選択なんです。しっかり調査をして分析をして半年一年かけてそれで答えを出すという慎重さが欲しいんですが、それじゃ選挙に間に合わないからこれだと、こういうことで世の中が動いてきてしまったのではないかという気がしてまして、そこのところをですね、今後今安倍政権としては本当にしっかり分析をしていろんな分野でやらなくちゃいけないこと山ほどありますから、しっかりとした真っ当な国として結論を出していただきたいと思うんですが、簡単にお願いします。安倍内閣総理大臣。まさに今脇委員が指摘された点がですね、重要な点だと思います。結論を求めたがる、右か左かですね、単純な答えを求めるんですね。これテレビに出るとよく言われることなんですが、丸か×か、これ我々も出させられるんですよ。しかし政治的な課題というのはそんな単純な課題ではないんだろう。改革に賛成ですか反対ですか。反対と言ったらもうある種、特別なカテゴリーに入れられてしまうんですね。西田さんもそれに好んで入ろうとしてますが、しかし改革というのはですね、これ手段であって目的ではないわけであって、そこをもう一度立ち止まって考える慎重さと責任感が必要ではないかと思います。脇正志君。おっしゃる通りで、政治というのはいろんなその問題がこう利害が反するようなところの調整をするわけですよね。ですからみんなが納得できる答えがそうすぐ出るわけがないんです。だから簡単にしゃべれる、分かりやすく言えるってことはどっか端折ってるんですね。そういうのはインチキなんだと、これはちょっと言い過ぎですが、うちの女房にあんたの答えは分かりにくいってよく言われるんですが、そもそも政治ってのは分かりにくいんだから我慢しろとこう言うんですが、暴論だと怒られておりますが、よく分析をして答えを出すという努力はしなければいけないと思っています。そこでですね、戦後、先ほど来ずいぶん議論になっていました。今の一番大きな問題はデフレだと思うんです。でこのデフレは本当に諸悪の根源でですね、下手をすれば今の少子化、若い人が結婚できない、子供を産めないというのも、そこに大きな原因があるようにも思うんです。でデフレの恐ろしさというのをですね、少し今、我々は軽く見すぎていやしないかと。まさにですね、自民党の時代にデフレが起こって、自民党がそれを育てたようなもんですね、ちょっと語弊がありますが、そして民主党が花を咲かせたっちゃいけないですね。自民党も民主党もですね、お互いやっぱり分かりながらここまで来てしまったんです。このデフレの恐ろしさということについて財務大臣どうでしょうか。ちょっと分かりやすく国民の皆さんにお話をしていただきたいと思うんですが、麻生副総理。分かりやすく、少なくとも昭和20年敗戦この方、世界でデフレーションによる不況というのをやった経験を持っている国はありません。これまで我々も不況を何回となくやりましたけれども、いずれもインフレーション下での不況、今回初めてデフレーション下での不況、最初にそれが表に出ましたのは多分1989年12月の29日だと思いますが、東京証券取引所の株価の終値は38,915円だったんだと記憶します。それが最低の時はただの7,500円、少なくとも30,000円少々の金が皆さんの懐から4分の3株という名の立派な動産が飛んだ。土地は脇先生ご存知の通りに、六大市街化地域の平均土地価格は約 15% に落ちました。だから坪100万円が坪15万円。それは基本的には会社はその土地を担保に金を借りる。銀行も担保はほとんど不動産を主にしておりましたんで、不動産価格が下がるということは担保価値が下がることはイコール、そういう会社にとりましては間違いなく債務が超過するということになりましたんで、その状況が理解できなかったのが最初のうちでしたけれども、だんだん理解ができるようになって、どんどん企業は一斉にお金を返すようになった。すなわち会社用語で言えば利益の最大化をやめて債務の最小化を図ったって、多分経済用語じゃそういうんだと思いますが、そういうことになった結果、一斉に金を返し始めたりすると、銀行ってのは基本的に金を借りてくれる人がいないと成り立たない職業ですから、
誰も金を借りず、みんなにどん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 返されると、金を返すということ自体は決して悪いことではないのですが、全員でそれをやられた場合は、いわゆる、これまた経済用語でいう合成の誤謬っていう問題が起きて、結果として各企業は一斉に企業の売り上げを伸ばすよりは、まずは債務の返済ということになって、利益を全て返済に充てたため、銀行は成り立たなくなり始めて、1997年にいわゆるアジアの危機と言われた、あの時、いわゆる三洋証券が潰れ、まあ、都市銀行で北海道拓殖銀行が潰れ、長銀が潰れ、不動産銀行が潰れ、大きなところは、えっていうところはバタバタ潰れるという事態になったというのが、多分デフレという状況がこれを招いているということが如実に実感できるようになってきたところなんだと思います。ただ一般的には昨日まで100円だった大根が今日は97円になり、翌週行ったら95円になってて、あら悪くないんじゃないっていうことになってたんだと思いますが、それは詰めていくと、それを作っている大根を作っている農家の売り上げが減り、そしてそれを売っているスーパーの売り上げが減り、回り回って亭主の給料が減り、会社が潰れていくっていう形で、こういう形での不況っていうのを多分初めてやったために、日本銀行はもちろん財務省も政治家もマスコミも今回のこの不況の本質っていうのはこれまで経験がないもんですから、それに対する対策は後手後手に回ってきたと言わざるを得ないところは、我々としては大いに反省をしなければいかん、この15年間の実績だったと思っております。したがってこれは経験に学べないとなると、これは我々歴史に学ぶ以外に方法がありません。そこで歴史は、一番最近のデフレーションによる不況は、これはアメリカの1929年のウォールストリートの株の大暴落、あれの波及によってざっと起きた、あのデフレーションが日本も影響を受けて、あの時は犬飼健内閣、岡田斉藤誠内閣あたりの時代だったと思いますが、その時にいわゆる高橋是清という人を大蔵大臣にして、結果的にデフレ対策をというのをやったんですけれども、これが歴史だと思いますんで、我々はその歴史から学んで、この3年間の間、いろいろ野党時代勉強させていただいて、安倍内閣のもと、この思案をもとにして、今、いろいろな三本の矢というもので、その高橋是清のあれを模倣しつつ、ただ我々にとって今時代がいいのは、あの頃は全く民間にお金がありませんけれども、今回は、個人金融資産で1450兆とか、現預金で800何十兆とか、企業の持っている内部留保が何百兆とか、いうのがあの時代と全く違っておりますんで、やり方次第で我々は十分にこの不況から脱出できるものだと思っております。はい、脇正志君。デフレの被害を受ける人、国民全部ではなくて、私は特に若い人に現れると思うんですね。今お話にもありましたが、そのデフレ下でですね、競争を煽ると安値でいきますね。さっき言われたまさにデフレスパイラルが起こる。で、結果人件費を切り詰めますから、若い人がなかなか就職できなくなる。現実にその国家公務員の数採用もやめようなんていうことを言ってた時もありましたね。そういうふうにどんどん若い人に影響が出るんです。で、若い人が夢を持てない、定職を持てない、社会が壊れていくんですよ。ですからこのデフレの恐ろしさというのをもう一回きちんと再認識をして、何を置いてもデフレを退治せねばならない。その意味でまさに安倍内閣の姿勢は正しいと思うんですが、ここで前を振り返るとですよ、縮小均衡論というのがあるんですよ。デフレというのは何だというと、税収が減るじゃない、税収が減るんだから歳出も減らそうと、その場限りで正しいんです。だからどんどん減らせと、無駄をなくせ、これデフレ下でやるとデフレを促進するんです。でもだからって無駄なものを使っていいわけないだろうとみんなそう思いますから、そうは言ってもまあしょうがないなというわけで、それがこのずっと数年続いているデフレスパイラル、ここに本当にですね、ピリオドを打たなければいけないんです。でところが最近ですね、これまたあまり悪口言えないんですが、こういう財政制度審議会が、これはまあ平成25年度に限ってですけども、その予算編成に向けた考え方、これまさに今申し上げた典型的な財政縮小路線なんです。縮小均衡路線なんです。で、ここから決別しないと
日本のデフレは逃れられないぞと思うんですが、総理いかがでしょう。この通りだ。安倍内閣総理大臣。デフレの怖いところはですね、まさに物の値段が落ちていく以上に、給料が下がっていきますから、若い人たちが将来に夢を持てないんですね。将来設計しようと思って、住宅を作ろうと、家を持とうと思っても、給料がどんどん将来下がっていくわけですから、そういう夢を持てない、つまり若い人たちにとって夢のない社会になる、これが一番怖いところなんだろうと思います。ですからそれを変えるためにはですね、縮小均衡になってずっとこの間、GNI は50兆円減ったわけですから、でこれ縮小均衡を続けていけばどんどんこう、マイナスのこの渦の中に巻き込まれていくわけでありますから、これを変えるのはそう簡単なことではないからこそ、大胆な金融緩和とですね、機動的な財政支出を今回思い切った補正予算を組んだ、思い切ったものを組まなければですね、社会に対してしっかりとしたメッセージにもならないわけで回りまして、そういう意味において税収を増やしていこうと、いわば切り詰めていこう、無駄はもちろんなくすのは当たり前なんですが、税収を増やしていく、成長していこうという精神を取り戻すためにもですね、デフレから必ず脱却をしなければならないと、このように思っております。はい、脇君。そういう縮小均衡論とですね、それから財政規律、これとっても大事なことですね。で、財政規律を考えていく中でどっか歳出をカットしなくちゃいけないっていうんで、これも自民党の時代ですけども、昭和50年代の終わりぐらいからとにかく公共事業を減らそうということで、公共事業悪玉論、お金がないときにですね、公共事業に対する投資を減らしていいんです。何もその困らないことはありませんが、構わないんですね。お金があるときにやればいいんです。むしろ景気が悪いときに国家としてはやって、景気の悪いときには少し抑えるというトータルとして財政の影響を受けていいんです。しかしそのことを強く言うために、公共事業悪玉論というですね、これ世界史的にも例を見ない、今の日本国民だけですね、公共事業をやるというとなんかまた古い自民党とか悪いんじゃないか。公共事業っていうのはですね、今よりもうちょっと安全性を増そう、安全にしよう、もっと便利にしようと、もっと快適にしようということで、みんなが必要とするものをやるんです。みんなが必要としないものをやる必要ないんです。ですからそういうものがあったらそれは公共事業と呼ぶのに値しないのであって、公共事業が悪いはずがないんです。それも財政の影響を受けてもいいんです。しかし今日本国民は昨日の世論調査だと 50% 以上安倍内閣の公共事業をやることに賛成という人が出てきて、私は少し元へ戻ってきたかなと思うんですが、本当の意味で正しい公共事業をやってほしいんですが、これが大きな間違いであった。公共事業悪玉論というのはですね、これもさっき その縮小均衡論とともに捨てなければいけない。本当に正しい公共事業、必要な公共事業をしっかりやるという姿勢が大事だと思うんですが、再三総理は言われていますが、もう一度確認のために。安倍内閣総理大臣。かつて、自由民主党全盛時代にですね、公共事業を、進める中において、い、わば、建設業界との癒着ということをずいぶん批判されたんですね。確かに、選挙母体であったことは、事実であります。そしてずっと右肩上がりで増やしてきた。そこで果たして、無駄はないかということで削減を、始めたわけでありまして、小泉政権でも安倍政権でも削減をしました。この改革をしていこうという手段としての方法は正しかったのでありますが、しかしこれ改革そのものが目的になってしまって、とにかく公共事業はダメ、無駄遣いという、短絡化した発想そのものがあったのは事実でありまして、公共事業をやっていこうなんていうことを言いにくい状況で、我が党でもですね、脇委員ぐらいのものだったと思いますが、その中でですね、やはり正しい公共事業はちゃんとやっていく必要がありますね。これはミクロにおいての必要性と同時に、マクロ経済上のですね、必要性についてもしっかりと訴えていく必要はあったんだろうと思います。思慮深い公共事業に対する姿勢が正しい姿勢ではないかなと私は思います。はい、脇正志君。ありがとうございました。正しい公共事業、国民の大多数の理解が得られる公共事業をしっかり進めようと思うときに、何が必要かというとですね、計画性なんですね。公共事業というのはダム一つ取っても、道路一つ取ってもですね、やろうと思ったら5年、10年かかるんですね。で、それを計画的にやっていかなかったらダメなんです。で、作ったものは必ず傷みますから、それも計画的に補修しなくちゃいけないんです。
この間の笹子トンネルもあのものは当たり前の話で分かってるんですよ。急に分かんないなんてことをふりしてる人もいるかもしれませんが、初めから維持管理をしっかりしなくちゃいけないなんてことは誰だって分かってるんです。でそういう計画性を失わせてしまったのは誰か、実は自民党なんですね。その自民党の時代、古い時代にですね、だから古い自民党に戻っちゃいけないんですが、古い自民党の時代はですね、計画があるから無駄な公共事業をやっちゃうんだと、だから計画はなくした方がいいんだという全く本末転倒の議論があって、で計画論を捨てたんです。でまさにいろんな地域の方々、自分たちの地域に何が必要でどうしたいのかというときにですね、それをきちっとした計画を作ってやらなければうまくいくわけがないんですね。で今三本の矢の中でデフレ対策で財政出動しますよ、私これ正しいと思うんですが、公共事業を対象とするんだ、財政出動でやるんだと言った以上ですね、その公共事業に計画性がなかったら効果的なデフレ対策にもならないんです。1回や2回補正予算をぶち上げたらそれでおしまいというんじゃないんです。やっぱりきちんと必要なものを作っていくというところに財政出動するわけですから、5年10年という計画をしっかり作らなくちゃいけない。霞が関だけではなくて全国津々浦々のいろんな方の意見を聞いて、市町村の意見を聞き、都道府県の意見を聞いて、それを作らなければいけない、そういう計画性が必ずいると思うんですが、いかがでございましょうか。財務大臣ですか。はい、麻生財務大臣。全くその通りだと思います。先ほど、上松先生から関連したようなご質問を頂戴したんで、自民党の方々と間違えちゃったって申し上げたんですが、正直申し上げて1930年代のデフレから脱却するときにフランクリン・ルーズベルトっていう人がやったのはまさに計画的な公共事業っていうのをやるんですが、よく例に引きますけども、サンフランシスコのゴールデンゲートにしても、全国張り巡らせたフリーウェイにしても、テネシーバレーオソリティ、通称我々学校で習う TBA ですけれども、あれで なった通りにフーバーダムを作った、ああいった超大型の公共工事が今日のアメリカのインフラの基盤を成した。その後もちろんご存じのようにベイブリッジからワシントンブリッジからみんな時代にやったもんです。あれしたがって、そういった意味では我々としても今度社会資本整備重点計画っていうのを24年の8月31日に民主党の方でも決定されると記憶しますけれども、この5年間に今後5年間に進められる社会資本の整備というものをやっていかないかんということなんだと思いますが、この今後この社会資本整備重点計画というものを踏まえて、我々は今後これをやっていくということの重要性を、公共工事悪玉論になっておるところを考えますと、確かに小渕内閣の時14兆9千億まで行きましたものが、昨年確か4兆6千億、現実問題10兆円の絶対額は減っておりますから、そういった意味では公共工事の中でメンテナンスの部分が落ちたり来たりなんかしてきたことは否めない事実だと思いますので、危険渡るなみたいな橋が増えてみたり、危ないトンネルが出てきてみたりするというのは必然的に起きてきている現実なんだと思いますので、今日国民の安心安全ということを考えたときには、これらのものにまずは補修メンテナンスのやるのは当然のこととして、加えて今後とも我々がやらなければならない社会資本整備というものをきちんとやっていかないと、国内の需要が全 GDP の 88%、9% を占めております日本において、国内のインフラの整備はきっちりされるかされないかというのは極めて大事なことだと思いますので、きちっとした絵を描き上げて上で対応していかなきゃならぬものだと思っております。はい、牧正知君。これは国交大臣にお聞きするのがいいのかもしれないんですが、計画論で大事なのはですね、昭和30年代40年代というのは本当に何もない時代ですから、この道路これだけ作ります、河川整備これだけします、ダム作りますって、それだけでですね計画論が成立したんですね。どれを作ってもまずみんな必ずいるもんなんです。ところが今の時点でこれからの計画論をやるときはですね、私はインフラだけの計画論っていうのはないと思うんです。インフラっていうのはそれを使って国民が生活をする、そして経済活動をする、何のためにいるのですかということ、つまり各地域ごとに我々の地方はこういう生活をしたい、こういう会社を誘致したい、
こんな国に、地域にしたい、そういう思いがあるからこそ、そのために必要なインフラはこうですよと。例えば、その津波対策で高いところに移転しようと思えば、移転するためにはですね、上に道路もいれば、水道もいれば、みんないるんです。そういう地域を作るためには、こういうインフラがいりますよ。つまり、その上のものがなければ、文字通りインフラなんですから、上にあるものを支えるんです。ということはですね、これから計画作ろうというときに、それぞれの地域で、私たちの地域は何がいるんだと、本当に議論していただいて、それでまとめなかったら計画論にならないんです。ものすごく難しいんです。つまり、10年後、20年後にどういう地域でありたいか、どういう国家でありたいかということを、まとまらないですよ、すぐにはね、まとまらないけれども、毎年毎年そういうことを繰り返し議論しながら、我が国を作っていくという作業なんですね。だから単なる計画論で、どなたか言われてましたが、天気予報でもなんでもない、そういう国に作っていこうという意思なんです。計画が地域の意思でなかったら意味がないと思うんですが。はい、大臣、太田昭宏君。まさにそういうことだと思います。公共事業を一過性、あるいはその時の経済状況ということだけで、来ては、むしろならないという反省が一つ日本はしなくてはいけないし、この時点で例えば今脇先生おっしゃった、人口ということを考えても2050年という時の人口、これ1億を切ります。そして38万平方キロの中でメッシュで、1平方キロというのを全部分けていきますと、なんと、人口が半減するというところが 60% を占めると。ですから人口が全体的に減りがちであっても、そこで踏みこたえていくという地域もあれば、まさに本当に高齢化というものがかなり進んで、そして人口が半減するというところがなんと 60% と。そしたらこの国を一体、まず人口構成でどういう制約の下でどういう地域を作るか、どういう国を作るか、そして日本は質の高い、そしてまた生きがいを持った未来に希望のあるという世界の都市間の経済戦争にも勝っていかなくてはならないと。その時の2050年なら50年の日本の都市をどうする、そしてそこには同州制というようなことの論議も当然必要でありましょう。そういうことを合わせて、そして、ハブ港湾とハブ空港と、そして道路ということと過疎というけれども、その中で人々がここに住み続けたいと思いながら愛着を持って住んでいる人たちというものを大事にしていくと、すべてを絡めて、そして日本が脆弱国土であるということをもう一度ここで私たち政治家がしっかり認識をして、世界にこれほどの脆弱国土はないと。この中で1億2800万人が住んでいる、そして経済発展をしてきた、これから一気にこうしたことが変わっていく中で、日本の国土というものをどのように作り、そしてまた維持し、そしてインフラを整備し、特に地震が起きる可能性が非常に強い、それも私たちの考えてもいなかった津波が太平洋岸をはじめとして来る、こうしたことに備えながら、どのように私たちは未来の日本を作るかということを、この老朽化対策や防災減災という新しい、先ほど私申し上げましたけれども、角度も含めてしっかりと議論して作っていかなくてはならない。新しい日本の国土をどうすべきか、それはイコール日本の社会をどうするのかという、そうした議論の積み重ねを絶えずしていかなくてはならないと思います。脇正志君。私は元来楽観主義なのか、人口はそんなに減らないんじゃないか、日本国が安倍政権の下でですね、うまい舵取りをやっていけば、やっぱり自分の子供を持って、しっかり暮らしていこうという方向へ変わって、変わればまたすぐムードが変わると思うんですよ。今のですね、この傾向そのままいって、こんなに減っちゃうなんて思う必要はないので、私たちが本当にうまく、きちっとこの国土を作っていけば、まだまだ希望の持てる素晴らしい国を作り上げるんですから、これから何も後ろ向きになる必要はないだろうと思っていますが、とにかく基本になるのは中央じゃないんですね。それぞれの地域が考えるんです。その地域が考えることをいかに大事にしてあげるか、
失敗する地域もあればうまくいく地域もあるかもしれません。計画の主体はやっぱりその地域でなければいけない。しかしもちろんその全国的な規模で考えなくちゃいけないものも当然ありますから、そこはうまく分別をしていろんな価値観が交錯をしますが、そういう計画論を難しいけれども作っていく。で、私戦後一つの大きな間違いはあまりにも過密化数を進めすぎた経済効率性の結果だと思うんですが、みんなこんだけ過疎にしてやろうと思ってしたわけじゃないですよね。みんな田舎で暮らしたい、ただ就職先がないんだ、だから暮らせないんだという人がたくさんいらっしゃるんです。本当に地域に住めるようにですね、日本国をうまく使う工夫がないのかと。今から新しい国を作っていけばいいんですから、今までのトレンドでもうダメだなんて諦める必要もないし、まさにより良い住まい方をしてより安全に便利に災害にも強い国にしようと、こう見てましたね。これ古谷大臣にお聞きしたらいいと思うんですが、強靭化という話なんですが、レジリエンス、インフラレジリエンスプログラムっていうんですよ。これアメリカでもイギリスでも今やってるんですね。みんなそうなんです。災害リスクに強い国にしよう、住みやすい国にしよう。強靭化という言葉がややおどろおどろしいんで、また古い自民党で悪いやつがって私が言うからそうなるかどうか分かりませんが、すぐそう捉えちゃうんですが、それは全く大嘘で、立派な暮らしやすい安全な国にしよう、これから作るんですから知恵を出そうと。でそれが強靭化、我々が出した全国会に出しました強靭化基本法のその中にある強靭化基本計画なんですよ。で古谷大臣はもうその担当なんですから、少しお話をいただけますか。古谷国土強靭化担当大臣。今総理からもですね、正しい合理的な公共事業というのは推進をすべきだと、まあ、こう答弁がございましたけど、まあ、その一つの例が今脇委員もご指摘した、ナショナルレジリエンス強靭化政策だと思うんです。ただこれは公共事業にとどまらずソフトハード両面ありますよね。やはり日本は、近い将来巨大地震も可能性が指摘されている中で、まあ、手をこまねいてそれを待つのか、あるいはその被害だとか、速やかに復旧させるとか、致命傷を負わない、こういったことを事前に対策していくか、私たちは当然後者を選ぶ。それが脇委員も頑張って作られた国土強靭化の基本法の基本理念だと思うんですね。例えば一つの例で申し上げると、平成17年に、ハリケーンカトリーナ、アメリカを襲いました。14兆円の被害が出ました。しかしアメリカの連邦危機管理庁 FEMA が、詳細な試算をした結果、2200億円の、事前防災投資をしておければその被害はほとんど生じなかった、まあ、これがですね、一つの例だと思いますね。まあ、私はこの日本はですね、あるいは国家も地域も、企業群もですね、まあ、しなやかさと強さを併せ持つ、これがレジリエンスの目指すところで、まあ、いわばイチロー的な国家を目指そうと、まあ、三振かホームランじゃなくて、どんな球が来ても確実に打ち返せる、そのしなやかさと強靭性で、そのためにもやはり、この国土強靭化をどうやって進めるかというと、まず最初は、ステップ1、第一ステージとしてですね、やはり、リスクアセスメント、どんなリスクがあるのか、それは地震のリスクもある、津波のリスクもあるだろうし、それ以外にもサイバー攻撃もあるだろうし、エネルギーリスクもいろんなリスクがありますよ。それをしっかりですね、アセスして、そしてそのリスクに対する2番目は脆弱性を合理的に評価をしていく。この時にはいろいろ地方の知事とかの意見もしっかり聞きながら対応して、でその上ですね、優先順位をつけて、その今脇委員がおっしゃったようなですね、効率的な防災減災計画を立てる、その上で基本計画を作っていく。で最終的には私はこれはその上でですね、やはり実際その作った計画が本当に何年も後も合理性があるのかどうか常に評価をする、これが大切なんですね。一回計画立ててしまうとそれが硬直的になる、これはやっぱり絶対避けなきゃいけないことなんで、この要するにレジリエンスのサイクルっていうものをしっかり確立をしていくことが大切だと思うんです。ちなみにアメリカはオバマ大統領の一般教書演説を見ておりましたら、
アメリカにも国土強靭化、ナショナルレジリエンスについてですね、5点、まあ、短いですから申し上げますけど、インフラ老朽化対策の中でインフラをアップグレードしていくことが新しいビジネスを生み出す。2つ目、その対策の過程で新しい雇用が生み出される。3つ目、より重要なのは新しいビジネスが雇用を生み出す。4つ目、政府はフィックスイットファーストプログラム、まあ、これはアメリカ型の国土強靭化なんでしょうね、始める。で、5つ目、資金調達のために民間資金を集めるインフラのための特別ファンド等々を創出する。非常にこれはですね、アメリカとしてもやはりこれ取り組んでいる。要するにこの強靭化っていうのはある意味でグローバルスタンダードになりつつ私はあると思います。ですから一部で言われるような、無駄な公共事業のばらまきということとは全く次元の違う国家、企業、地域の、レジリエンスを、強靭性をもたらしていく、まあ、そういう考え方に立って、強靭化担当大臣として事業を進めていきたいと思っております。和木正志君。まあ、公共工事ということではなくて、より安全な、より良い国にしようという非常に幅の広い概念だということを今説明していただきましたので、ぜひ進めていただきたいと思います。それからこれも一つの誤解なんでしょうが、公共工事というとですね、なんとなくいらないものをやるんだというような意味が印象を持たれる方多いんですが、個人でいても家に住んでいれば必ず家の維持費とかですね、修繕とかいるんですね。そういうお金なんです。この日本という国土は非常に素晴らしい美しい国土なんですが、世界の災害、自然災害をですね、2割ぐらい集めてきたようなとんでもない災害には条件の悪い国土なんですから、道路一つ作ったってしょっちゅう修理しなくちゃいけないんですね。そういう大変な国土に住んでるんですから、国土管理は必ずお金がいるんです。でそれは無駄でも何でもない。そこをサボってると後でどっとツケが回ってくるんです。苦しくても使わなければならないという、そういうその経費なんですね。でただとりあえず1年やめても大丈夫だろうというわけで、やめてもいいじゃないかといったような議論があったんですが、まあ、どれだけお金をかける必要があるのか。で今我が国にある新しいものを作らないとしてですよ、そのインフラをずっと維持管理していく。例えば工場で言えば減価償却でお金を積み立てますね。それと同じようなセンスで、日本の今我々が実際に使っているこのさまざまな道路であるとか空港であるとか、こういったものをですね、このまま機能維持しようと思ったらいくらかかりますか。でこれ計算された方もいますが、まあ、耐用年数さまざまな取り方ありますが、まあ今の予算では多分足りないんじゃないかなというふうにその人は言っていたように思うんですが、国土交通大臣なんかそういう辺。太田国土交通大臣。どれだけ維持修繕にかかるかっていうのは本当に悩ましいところだと思いますが、これまず調べなくては話になりませんから。まさに私は国土のメンテナンス元年というのが今年だとこう思っておりますけれども、そこの調査研究ということをやって、全体的な推計というのがどれぐらいかということをできるだけ、これで完璧というわけにはいかないんですけれども、一つの目処を立てるということが必要だと思っておりますので、努力をしたいと思います。ちなみに出ているデータとしてはですね、例えば、東京首都高ということでは、この間その調査をしまして、そうした維持管理、修繕ということに7900億円から9100億円というデータが出ています。高速道路全国全体でということで、3月までにそれを計算しようという動きがあります。そしてこれは私の管轄省ではありませんけれども、ずっと学校の耐震化と全国の皆さんでは一つ、非常に近いところでね、実感があろうと思いますけれども、学校の耐震化を特にこの10年ずっと進めて、ここまで来ました。で今年ですね、補正予算でやりますと、大体学校の耐震化が 93% のところまでということになるようであります。新築もあります、修理もあります、ちょっと補強するというだけのところもあります。全部合わせて大体どれだけかという計算を誰もしておりませんが、私自分でちょっと計算をしておりましたら、大体4兆円ぐらい
学校の耐震化ということで、かかるということになろうかと、規模でいうと大体そのくらいかなと、こうしたものを全部合わせてという推計をお示しするということが必要かというふうに思っています。和木君。ありがとうございました。いずれにしてもその今あるインフラも大事に使っていかなくちゃいけませんし、そういう経費は必ずいると。そして公共事業、公共工事にかけるお金っていうのは何も国債でなくてもいいんですよ。税収がいっぱいあればどんどん税金でやるべきものなんです。でただ道路であれ堤防であれダムであれ耐用年数が長いからずっと使うわけですから、50年使うんなら将来の人が負担してもいいんじゃないかということで国債が馴染みやすいんだというだけの話ですから、お金があれば一向に当該年度のお金で使っていいわけで、なんかそのためにわざわざ国債発行して悪い仕事って、これまた変なイメージなんで、その辺もきちんと国民の皆様にご説明がいるんだろうと思っています。それからちょっと話を先へ進めさせてもらいますが、公共工事悪玉論の中で建設産業は非常に冷たい仕打ちをされています。今はまさに、絶滅危惧種と言っちゃ失礼ですが、本当に大変な状況になっている。私10年前ぐらいからずっとそういうことを言い続けていて、まだちゃんとやってるよとこう言うんですが、実態は本当にひどくてですね、このデフレ下で安けりゃいいという条件をつけられて過当競争させられたらですね、どん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 受注価格下がるんですね。で受注価格が下がる、人件費が出ない、したがってですね、そこへ人が来ないんです。もうすでに高等学校の土木なんていう分野がなくなってしまっているという学校もたくさんあります。職人も来ない、老齢化していって、鉄筋工なんかも60歳だと平均年齢がですね、もう本当に国家が成り立たなくなりつつあるんですよ。ですから東北であんだけの災害が起こって仕事しようったって人がいませんと、こういうことになるんですね。もうそういう状況まで私たちの国家は建設産業を、ある種いじめてきたんですよ。そうでしょ。予定価と称してですね、これ市場価格ですと調査をして市場価を決めて、その9割以上で仕事したらお前ら悪いことしてるって、そんなバカな話ありますか。予定価だったら予定価でやらせればいいじゃないですか。それが悪いことのような公共事業不要論からそこまで来てるんですね。毎年9割になってたら最後なくなりますよ。でそういうことをずっとやってきてるんですね。なんでそうなるかというとですね、これは法体系が悪いんです。で現在の公共事業のその契約の法規というのは、国で言えば会計法ですね、地方で言えば地方自治法です。で会計法っていうのを改めて読んでみたら、会計法っていう法律には目的がありません。通常の法律は目的って書いてあるんです。こんなもんないんです。経理事務がきちんとすればいいんです。国の歳出さんにきちんと管理したらいいという法律なんです。でその法律が全ての契約のもとなんですね。そして契約ではどう書いてあるかというと、入りと出とですね、きちっと管理するんですが、その発注者と受注者、売り手と買い手、売る場合でも買う場合でも同じ法律でいこうという、昔外国でもそういう法律ありましたが、今は日本だけですね、そういう法律でやってるんです。ですから法律の通り運用するとですね、どんどん建設業は痛む側になってるんです、デフレ化で。でそれが現実にですね、この15年間の建設産業の実態を見れば分かるんです。そんだけひどくなってもう潰れてなくなりますよというところまで放ってた。しかし役人の皆さんに言えば、いや私たちはちゃんと法律通りやってます、それは行政官はですね、法律執行するのが仕事ですから、法律と違うことやってもらっちゃ困るんで、その通りなんですが、皮肉なことにやればやるほど痛むんですよ。だから法律変えるしかないんです。で私は品質確保法っていうのを数年前に作って、値段が安ければいいんじゃないですよ、きちっと品質確保の法律を作りましょうと言って作ったんです。で品質を確保するために必要なことをしっかりやっていけば、そんな安値で受注する業者はあんたダメですよと言えるだろうと思ったんですが、誰も言わないんですね。それはそうですよ、5億でできる仕事で、かかる仕事が3億でやってあげますよと言われて、首長さんにしてみればですね、この残った2億は他の福祉に回そうと、よかったよかったですよ。でその金はどうしてるかというと、建設業がみんな傷んでるんですよ、搾取しているようなもんですよ。でそういうことが平気でこの国では行われてきたんです。だからもう許さんと法律を変えろと言ってるんですが、いや会計法は立派な法律でいいんだって言ってるんですが、ダメなんですね。でもう諸外国の例、
実は公共関係についてですね、ちゃんと勉強されている方もいて、この2冊かなり私が見た範囲でよくまとめられているんです。しっかり中身を見れば、経済学者もほとんどですね、公共事業の契約の現場のことなんか知らないんです。知らないけど安ければいいんだって、今おかしいんだと談合ばっかりしてあんなものを潰してしまえというようなことを言っていますが、きっちりと議論すれば、先ほど冒頭で申し上げましたが、きちんと分析をしてより良くするにはどうしたらいいかと。要はですね、税金を払っている国民に対して立派な契約ができる、そして発注者にとってもそんな面倒くさくないいい契約手法だと、実際にそれを仕事を受けよう受注者にとってもいい制度だという法律を作ればいいだけの話なんです。なんでそれを進めないんだということを申し上げてるんですね。もう私が一人で全部喋っちゃいましたが、もうお聞きをするよりですね、その方が早いので、いや持論ではないんです、正論なんです。私が特別なことを言っているというふうにご理解いただけない方はすぐ持論って言うんですが、ちゃんと見てください。そしてどうやったら本当にこの国の建設産業がうまくいくかと、やたら儲けさせるなんて言ってるんじゃないんです。でその建設業はですね、技術者技能者の集団が必要なんですね。技能者っていうのはそこに20年30年やるからいるから技能者になれるんです。今のような状態ではそういう人いなくなります。日本は滅びちゃいますよ、ものづくり産業の原点が。だからもう多くはいらないんです。私は今役所の皆さんに、今度こそ新しい法律を作りましょうと、きちっと考えましょうと。でも諸外国の例を見たら明らかなんです。ここに土木学会というところもですね、土木学会もどうせ一味だろうとしか見ないんでしょうが、この中でもきちんとそういうことは指摘をしていますが、まあしっかり分析をすれば必ずそういう結果になるのであって、ぜひですね、財務大臣と総務大臣と農水大臣も、言ってませんでしたか、担当ですから、新しい法律に基づいてしっかりとした公共事業を進める。でいざというときに建設業はですね、災害から国民を守ってくれる。いらない建設業はいりません。一生懸命やるいい会社がしっかり残れるような法制度にしようじゃないかというご提案なんで、前向きの答えをいただければそれでよろしいんでしょうか。はい、麻生財務大臣。おっしゃるように一級建築士が100人集まってもうちは建ちませんから、大工がいなくて社官がいなくてうちなんか建たんのです。当たり前の話なんですけれども、そういった意味ではなんとなく学歴偏重になってみたり、いろんな問題を我々抱えていることは事実だと思っております。また今言われたように安けりゃいいだろうというインフレの時代とは今違いますから、そういった意味で大きく時代が変わったという中にあって、いろいろな意味が対応が遅れている。まあ姉派なんて極端な事件も起きましたけれども、我々としてはこういったものでせっかく税金を作ってかけた橋が抜けて落ちるとか、どこどこのトンネルが何もしなかったら手抜き工事で落ちるとかいうことによって生命が危険にさらされるというようなことは、これ断固防がねばならぬ。そのためにある程度経費がかかるんであって、安ければいいというもんではないと。したがって今言われたように品質をきちんと確保することも合わせて、品質と価格といろんなものを考えた法律が必要なんではないかと、おっしゃるとおりだと思います。私どもの財務省に触れまして、私どもの今主に会計法ですから、会計法というのをおっしゃるとおり目的がありませんので、みんな一律でやりますので、この業界をどうのこうのということはできるあれではありませんので、今農林省、建設省、総務省いろいろ担当してられるところがあると思いますので、地方のところで発注するときにはやっぱり総務省とか、農業土木やるんだったらやっぱり農林省とか、いろんなところにみんな関係されると思いますので、これはしっかり検討してきちんとしたものを作り上げないと、日本の建設という世界に誇れる技術が衰退していくことになりかねんと思いますので、検討させていただきたいと思います。谷答弁を求めますか。国交大臣も、はい、太田国交大臣。あと農水総務。簡潔に申し上げますが、今麻生財務大臣がおっしゃった通り、いろいろ研究をしなくてはならんというふうに思っています。もう一つ、建設業界のためにはずっとこれは大事な仕事なんだぞという予算というものをしっかり、やり続けるというような、誇りを持った仕事であるということについて、しっかり国がその姿勢を堅持するということが私は
非常に大事なことだというふうに思っています。林農水大臣。ありがとうございます。この例えば農業の分野ですと農業農村整備事業ってあるんですが、やはりこれをやりますと例えば担い手の集積が2割から6割で、その結果農家の経営規模が3倍に拡大するとかですね、それから例えば稲作コストが6割減、麦大豆の収量が4割増と、こういうのが確実に出てくるということでございますので、しっかりと進めていく必要があると我々も思っております。なお脇先生、公共事業の品質を確保する議員連盟中核メンバーとしてご活躍をされておられると、その線に沿って我々も頑張ってまいりたいと思っております。新藤総務大臣。この問題にもうずっと取り組んでいらっしゃる脇先生のこのご努力には敬意を表したいと、このように思います。で、原則だけ申します。地方自治法はこれは一般競争入札と、そして最低価格制度と、これが原則成り立っております。しかしそれに加えて先生がおっしゃったような品格法であるとか、いろんな工夫をしてきているということでありまして、今後はですね、会計法を持つ財務省、それから所管の国交省、さらには私どもとですね、いろいろ意見交換しながら検討してまいりたいと思います。そして合わせて地方自治体の声もしっかり聞かなくちゃいけないと思っているんです。で、実は私は昨日徳島に行ってまいりました。安倍総理のご指示で、車座ふるさとトーク、こういったものを第1回やってきたんです。そこはなぜその徳島の神山町といいますが選んだかというと、実は地デジ化に伴って、テレビが1チャンネルしか見れなくなったんですね。ですので代わりに光ファイバー入れて、そして CATV を普及させようと、結果その光ファイバーを使って新しいですね、 IT 産業だとかそういう企業が田舎に入れることになった。そしてそこが社会像になったと。その町が過疎の町なんですけども、実は社会像になったんです。ですからですね、こういう新しい地域を活性化させるための公共事業、こういうことも考えなきゃいけないだろうと思っています。ぜひしっかりと研究してまいりたいと、このように思っています。もういいですか。はい、はい、脇正志君。先ほど申し上げましたが、会計法という法律は契約するにあたって特段の目的意識はありません。しかし公共工事を発注しようというときには目的意識がなかったら困るんです。で、的確な値段、適正な値段ということと、良好な品質ということ、そしてこれはなかなか難しいところなんですが、地域の建設産業はですね、毎年ずっとやっていける、その適正な建設事業の規模という、建設産業の規模ということが難しいんですけれども、さっき太田大臣言われましたけれども、将来こういう仕事がありますよということをお示ししながらやっていけばですね、きちんとした規模の業界ができる。で、その適正なその建設産業の維持を図るといったことを目的に書いてほしいと私は思っているんですけれども、なかなか法的に難しい部分もありますが、建設産業をしっかりと国家を支えられるように法改正していきたいと思っています。私、小泉総理のときに、小泉さんもいろいろ改革ご熱心だから、この分野もぜひ改革してくださいよとこう言ったら、なんか、ふんと言って終わりましたけど、安倍総理一つお願いします。安倍内閣総理大臣。私も小泉政権の官房長官でございましたが、確かにですね、公共事業は悪、改革において公共事業を目の敵にするという、熱気をやっと、終わりを遂げることができたのではないかと、思います。つまり、脇委員がご指摘のように、しっかりとした将来のですね、国土形成はどうしていくべきかという、こういうビジョンを持ちながら、その中でですね、進めるべき公共事業は自信を持って進めていく、そして、その時々の景況等がありますから、その時々のですね、景況に合わせてそれは額は当然柔軟に考えていくということは大切なことでもあるんだろうと思いますが、まさに冷静な対応、そして私の地元においてもですね、建設業の方々は大変疲弊しています。これはものすごく疲弊しているんですね。公共事業を取ったって逆に損してしまうという状況が生まれておりますから、これはやっぱり先ほど財務大臣が答弁したように、もう一度よく現場を見ながら
見直しをしていくことはですね、見直しをしていくべきものは見直しをしていく必要があるだろうと、このように思います。はい、和木雅史君。ありがとうございました。話題を変えます。ちょっと旧聞に属する話で恐縮なんですが、政治報道ということのあり方ということで、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですが、本文の方を出してください。本文、それじゃありません。去年の8月、私これ11月の予算委員会でやるつもりだったんですが、ちょうど内閣が総辞職してしまいましたので、やや半年前の話ですが、去年の8月の末に私たちはいろいろ言われましたが、野田総理に問責決議というのを出しました。いいです、いいです、もう感想だけしか聞きませんの で問責決議というのを出した。その問責決議って何かというと、ここに書いてあるように、本院は内閣総理大臣野田佳彦君を問責する、これが決議文です。で、当時ですね、私たちもこれと同じ決議文を出していました。理由が違うんですよ、提案理由が違うんですが、結果的にこの、自民、公明以外の野党提案の問責決議を本会議にかけて採択をしたんですね、採決をしたんです。で、それに対する、この問責決議に対する、我が参議院自民党はどういうことを言ったかというとですね、これは本会議における討論でしかないんです。討論で川口代子議員が述べたんですが、その賛成討論の中にすべては書いてあるんです。我が参議院自民党の思いというのは、それ以上でもそれ以下でもない。ですから、報道機関としては、参議院の自民党がこの決議に対してどういう反応をしたかということで、当然、その川口代子議員の討論をもとに報道すべきですが、あの時はですね、驚くべきことに、各報道機関すべて、その我々が、もう一つのあれ見せてください、これは他の7野党が出した問責決議文の提案理由なんです。提案理由を、この提案理由に消費税なんかを三党合意してけしからんじゃないかと書いてある。それに私たちが賛成したじゃないかというありもしないことを堂々と報道したわけですね。しかもですよ、翌朝私驚いたんですが、朝日の悪口だけ言う気はないんです、全部悪いんですが、朝日新聞は特にですね、ここにありますように、その提案理由書があるんです。ここにね、提案理由書いろいろ書いてあるんですが、その提案理由書はあろうことか問責決議文全文と書いてるんですよ、大きく。これは朝日新聞をそのままコピーしたものですから、ちょっと、ね、向こうにも見せてあげてください。見えませんかね、問責決議全文と書いてるんです。ですから朝日の読者は少なくともこれが問責決議だと思いますよね。そうしたら私たちがこれに賛成したとしか思えませんよ。そういうですね、とんでもない、まあ、誤報でしょうね。ありえないと私は思うんです。で、いろんなことを、私たち政治家ですから、どんな批判をされようと批評されようが価値観が違いますから構わないんです。しかし事実と違うことをこれだけ堂々とやられては困る。私何度も申し上げたが、今まで一つもこのことについての言及もない。で、これだけ事実を間違えて政治報道されるということは本当に大きな問題があると思って、まあ、最後に安倍総理もいろいろ報道機関に対してはご意見があるかもしれませんので、一言ご感想を。内閣総理大臣、まあ、そういう間違った報道は、まあまああるんですね、つまり報道に真実を求めるよりも、目的を持った報道ということがなされる場合もあると、まあ、ですから報道に携わる人たちにはですね、自覚を持って、つまり真理、真実を報道すると、本来の使命に戻っていただきたいと、このように思います。どうもありがとうございました。牧正史君の質疑は終了いたしました。